皆さん、こんにちは。信州大学繊維学部の高坂です。この度、国際科学技術財団様より、平成記念研究所助成を受けて、水で分解するリサイクルが可能な新しいプラスチックを開発することになりました。この動画では、まず私と共同研究者の長田先生の研究室にご案内します。その後、今回の研究プロジェクトをご紹介するので、どうぞご覧ください。では、どうぞ。皆さん、こんにちは。信州大学繊維学部化学材料学科の高坂です。この動画では、私の研究についてご紹介します。では、まず研究室に行ってみましょう。信州大学繊維学部化学材料学科高坂研究室では、日々新しい高分子が合成されています。今、こちらにはたくさんのフラスコが並んでいます。これは一つ一つ新しい高分子を合成する化学反応です。毎日新しい物質との出会いを求めて、ワクワクしながら実験をしています。では、高分子とは何でしょうか？高分子は私たちの生活に欠かせない材料です。ペットボトルやレジ袋といったプラスチック、糸や布といった繊維、あるいはゴム、接着剤や粘着剤。粘着剤はテープの裏についている粘着成分のことですけれども、こうしたものすべて高分子でできています。で、さらには、自動車や飛行機、船の中にも高分子でできた部品がたくさん使われています。化粧品も高分子をたくさん用いています。スマホやパソコンは、この表面の筐体だけではなくて、中にも様々な高分子が使われています。見えないところでも高分子材料は大活躍しています。私の研究室では、4つのプロジェクトを進めています。いずれもこれまでにはない新しい高分子を作ることを目指しています。高分子材料は私たちの日常生活に欠かせないものですから、より新しい材料、新しい機能を生み出すことができれば、生活や産業をより豊かなもの、あるいは自然に配慮したものに変えていくことができます。それでは、研究一つ一つについて詳しく見ていきましょう。まず、初めの研究は、簡単に分解できる、こんな材料を作っています。解体技術って書いてますけれども、主に接着剤を考えた研究です。簡単に剥がせる接着剤ができますと、製品の解体が簡単になりますので、結果としてリサイクルをアシストすることができます。この研究では、新しい分子の骨格が大変重要な機能を持っていることが分かったのですが、今お話しした接着剤の他にも、化粧品や 3D プリンターの材料として応用できるのではないかと期待しています。2つ目の研究は、環境中で分解する繊維やプラスチックを作る研究です。今、生分解といって、微生物が食べるようなプラスチックが注目を集めてますけれども、私の研究室では、特にその中に分解スイッチというメカニズムを導入しています。これは、使っている間は安定ながらも、使い終わった、あるいは環境に流出してしまった際には、このスイッチが初めて働いて、高分子が分解されて、自然に害のない物質に変化するようになる考え方です。例えば、この開発したポリエステルは、アンモニア水やアミノ酸と反応して、簡単に分解できる性質を持っています。今の研究では、自然に流れてしまった場合のお話をしましたが、一番は社会の中で資源を循環させてリサイクルしていくことです。そこで私たちはリサイクルができるような新しいプラスチックを作っています。
このリサイクルの特徴は、合成が簡単で大量生産が容易な、いわゆるビニールと呼んでいるようなプラスチックなんですけれども、このプラスチック、合成が簡単ということは通常安定で分解が難しいということになっているんですが、私たちは、この分解にも成功しています。こうすることによって、原料が常に再生されて、分子レベルでの資源循環ができるようになります。何度リサイクルしても新品が蘇るような夢のリサイクル技術まであと一歩というところまで来てますので、今後の進展に注目してください。最後の研究は、傷を治すような新しいゴムに関する研究です。このようにバラバラになったゴムもアイロンでプレスしますと、このように綺麗なシートに再生することができます。このゴムですけれども、傷が治る、これだけではなくて、実は傷がつかないようなアクリルガラスへ応用したり、振動を除くような材料に展開できないかと考えています。このように4つのプロジェクトを進めてますけれども、いずれもこういった分子の設計が肝心です。私の研究室では新しい分子を設計して、これまでにない性質を引き出しています。それでは分子の設計から合成、そして材料の開発まで、どのように進めているのか、実際の様子をご覧ください。新しい高分子を生み出すまで。私たちの研究は分子を設計するところから始まります。分子の設計とは、機能を引き出していくような化学構造がどういった構造式なのかを考えていく、こういった作業になります。そのためには仲間とディスカッションしたり、過去の実験について調べたり、あるいは論文を読んだりして分子の形を考えていきます。時にはこういった計算科学を使ったシミュレーションをしたり、分子模型を組んだりしたりすることもあります。こうして自分が狙った機能を引き出す分子を設計しまして、実際にその分子をどうやって合成していくのか、合成戦略を立てます。これは学部4年生が研究をしている様子ですけれども、こうやって今論文を読んでいるところでしょうかね。こちらのディスプレイに彼がやりたい反応が書いてありますが、この物質がどうやって合成できるのか、実際に論文を調べているようなところになります。こうして、合成計画を立てたら、いよいよ実験が始まります。今、この70度に加熱したオイルバスの中で、反応物を温めています。フラスコの中には、かき混ぜるための攪拌棒が入っていて、あるいは温度計が刺さっていて、中の温度をチェックしていますね。こうやって新しい物質の合成実験を行っていきます。同じようにオイルバスで温める実験ですが、この実験では、複製生物の水を取り除いています。今反応が起こりますと、水がこちらの試験管に移動していきます。温められた水蒸気は、この冷却管で、水によって冷やされて、滴り落ちていって、水がフラスコから抜けていきます。こうして水が抜けていきますと、反応がどんどん進行して、目標分子が合成できます。実験室では空気に敏感な薬品を使うこともあります。こうした空気に触れるとまずい試薬は注射器を使って測り取っていきます。注射器で測り取って、この窒素で満たされたフラスコの中に薬品を注入していきます。こうやって実験を行うこともありますね。はい。これは実験の最後のところ、反応を止めるところの動画をご覧いただきました。こんな形で合成実験が終わりますと、次は今のフラスコの中にあった反応混合物から目標となる物質を取り出す作業になります。化学反応では原料や自分が目標としている物質の他にも、例えば溶媒が入っていたり、触媒が入っていたりします。こうした不要な薬品を除去していく必要があるので、この後は欲しいものを取り出す実験に移っていきます。例えばこちらの動画では、フラスコを回転させながら、中の圧力を減らして、さらに温めていくことで、溶媒を沸騰させています。
まあ、全自動でコントロールできますのでそんなに大変ではないんですけれども、実際に溶媒が、蒸気になってこちらに移ってきますと、ここで冷やされて、この下にあるフラスコにどんどん移っていきます。ここに溜まっていくんですね。まあ、こうやってこのフラスコの中に入っている余分な溶媒を取り除いて濃縮をしていきます。そして今濃縮したこの反応混合物にはまだ触媒ですとか複製生物、いろんなものが混ざっています。ここから目標となる物質を高い純度で取り出すのが生成作業です。こちらの動画ではカラムクロマトグラフィーという方法を使用して目標物を分離していきます。今パソコンを操作しているのは実際に行った実験結果を解析しながら次の計画を立てているところです。この試験管一つ一つに溜まっている液の、まあ、ある部分に自分が欲しい、物質が混ざっているはずですので、まあ、これをこの後さらに調べて、いますで、実際にこのようにしまして合成が終わったのはいいんですけれども、まあ、その分子が本当に自分が欲しいものなのか分子の構造を解析する作業に移ります。例えばこの動画では高分子を作ってますのでその分子の大きさ分子量を測っています。今こちらの動画では機械に対していろいろ指令を送るためにプログラムを組んでいるところですけれども、実際にこうやってプログラムを組みますとこの機械が自動的に動いて自分の合成した分子の構造を調べてくれます。こうした機械を使った分析をいくつか繰り返していって自分が狙ったものが合成できたどうかを調べていきます。そして最後に合成したこの高分子の性質を調べていきます。実験を何度も繰り返していって最後に目標としていた高分子が合成できたらその性質を調べていきます。例えばこちらの装置では高分子を燃やしてそれがどれだけ燃えにくいかを調べていきます。あるいは燃えるだけではなくて、溶けて柔らかくなるような素材の場合はまた別の機械を使って詳しく調べていきます。さらには、材料を引っ張って強度を調べたりですとか、こういった実験を何度も重ねていって自分が狙った性質が出ているかどうかを明らかにしていきます。こうした毎日を送って私たち新しい素材を世の中に提供しています。皆さんともぜひ一緒に研究できればと思ってますので信州大学ぜひ受験していただければと思います。皆さんこんにちは。これから化学材料学科佐田研究室の紹介をしたいと思います。私たちの研究室ではここにあるような高温高圧の反応器を使って環境に優しい水を使った新しい化学をやっています。では今から研究室の方に行ってみましょう。それでは、佐田研究室の研究を紹介したいと思います。
長田研では地球上に豊富に存在する水を使った科学に関する研究を行っています。水は地球上に豊富に存在し、環境負荷の最も小さい溶媒です。ここに水の層図を示します。横軸に温度、縦軸に圧力を取りますと、皆さんが今いる部屋の大気圧 0.1 メガパスカル基準で見ていくと、0度で固体から液体、100度で液体から気体に変わります。そしてこの線を伸ばしていくと、気液の線を伸ばしていくと、ここに終わりがあって、ここは臨界点と呼ばれるもので、水の場合は374°C 22.1 メガパスカルなので、まあ、だいたい200倍ぐらいの圧力のところで臨界点があります。で、これより上になると気体でも液体でもない超臨界という状態になります。で、液体というのは水分子が密に存在し、ゆっくり動いている状態です。で、気体というのは水分子の密度が低く、そして自由に動いている状況です。で、超臨界というのは、ここで液体に近い密度を持ちながら、気体に近い一つ一つの分子は速く動いていると、そういう状況になります。で、長田研究室では、まあ、超臨界も使いますし、あとこのあたりの100度以上の水ですね、高温高圧の水を使って様々な化学反応を行っています。では実際に実験の様子を見てみましょう。はい、ここは長田研究室の学生の普段実験している部屋になります。で、高温高圧の実験装置ってどういうものですかっていうところなんですけども、例えばこういうふうな、ちょっとごっついんですけども、ステンレスの反応器、この中に水と反応させたいものを入れて反応させます。そして、こういう万力を使って閉じたりします。そしてこれを溶融塩炉っていうのが、サンドバスっていうのがあるんですけども、ここに、入れると、ここにこれを、まあ、針金とかをつけて入れて反応させると、この中が高温高圧の状態になって、反応が進む。で、時間が経ったらこれを回収して、この中から反応が終わったものを取り出します。というふうにやって実験を行っています。ちょっと化学の実験とイメージがだいぶ違うと思いますけど、ガラス器具ですと高温高圧に耐えられないので、長田研ではこういうステンレスの反応器を使って反応をさせたりしています、はい。化学というと、こういうガラス器具を使って試薬を混ぜるようなイメージがあるかもしれませんけども、実際の化学メーカーとか大きな化学プロセスと呼ばれているところでは、こういうふうな金属の部品を使っていろんな大きな装置を作ったりしています。で、我々の研究室は高温高圧をやっているということもあります。こういうどちらかというと金属の装置をメインで使ってやっています。今何をやってるんですか？今、この高温高圧の装置を使ってタンパク質の処理を行おうとしています。はい。それ締めるのは手締めではなく、最後は機械とか使って締めるんですか？最後はさっき使ってたスパナー
を使ってグッと、これ自体が高温高圧なので手で締めると緩いのでスパナでグッと締める感じになります。はい、今何やってるんですか？今はタンパク質の分子量を測定しています。今何やってるんですか？今は化学反応を考えてくれる AI を作成しています。 AI ですか？ AI、今は化学物質を、パソコン機械が読み取れるような状態のデータにして、でこのデータを用いてこの化学物質とこの化学物質を合わせたらどういう反応が起きるかっていう予測を行おうとしているところです。皆さん、研究室の様子は少しはイメージが湧いたでしょうか？研究室の学生たちは毎日実験を行い、そしてそれを分析して、それをまたデータをまとめたりしています。高校生の皆さん、信州大学繊維学部化学材料学科で化学を学び、そして環境に優しい新しい化学を作り出していきましょう。皆さんと一緒にチャレンジできる日を楽しみにしています。はい、再びここに戻ってきました。では今度は、これから始める私たちの研究課題についてご説明いたします。はい、タイトルですが、水で分解して資源再生するビニューポリマーを使った、究極のプラスチック循環システムを作っていく、こんな研究になります。でね、まず背景なんですけど、なんでこんなことをやろうとしていくのか。これ動画にもあったので簡単に紹介しますけど、今ね、プラスチックが海を汚している、こんな大きな問題が起きているわけですし、あるいはプラスチックこのまま使い続けていくと、石油がなくなったらどうするの？こんな問題も出てくるわけです。で、こうした中で、じゃあどうすればいいんだろうっていう、いろんな考えがあると思うんですけど、プラスチックを使わない世界がいいのかっていうと、そうではないかなって思います。100年前の生活に戻せますかっていう、質問したときに、実際体験 してみるとなかなか辛いものがあると思うんですね。いかんせん、プラスチック、レジ袋とか、そういった素材だけではなくて、例えばスマホもそうですし、パソコンもそう、テレビもそう、あるいは飛行機もそう、こういったいろんなところに使われているわけですから、これをね、一切ない状態に戻すっていうのは、かなり苦しいわけです。というわけで、私たち研究者は、こう安直にね、プラスチックをやめようって考えるんではなくて、むしろね、こういった海の問題を、これまで考えてプラスチック作ってこなかったわけですから、これからはこういう海の保全とか、あるいは再生、こういうのを視野に入れながら、これまでね、発展してきたプラスチックが支える、産業とか生活っていうのも維持して、なんとか、これらが共存できるような新しい世界を作ろうとしていくわけです。で、じゃあどうやってプラスチックによる海の汚染を減らせばいいんだろうっていうのが次の考えですけれども、これはね、プラスチック自体を一旦分子レベルで完全に分解して原料に戻す。そしてこれをまたプラスチックに再生していく。こういったリサイクルが望まれます。よくね、プラスチックをそのまま、いつぶす、形を変える、ことによって使い直すっていう考え方があるんですけど、これだと、使って、またこれをリサイクルしようとすると、最初の製品に比べて品質が悪くなったプラスチックが取れちゃうんですね。で、そうではなくて、プラスチックを一度分子レベルで、分解して、これを再生する。こういったことを行っていけば、品質劣化が、全くないような、完全な新品の再生ができるわけです。こうした究極の、ある意味資源循環ともいえる方法を、実現していく。これが、これからの、課題になっていくわけですね。で、今世界中でこういうことをやろうとしています。私もやろうとしています。ただ、今、世の中に流通しているプラスチックって、もともとリサイクルしようと思って作ったものではなくて、むしろ分解しないことが、プラスチックの良さだと。いや、安定なのが良さだって言われて、開発されてきたわけですから、これをね、分解するってなかなか大変なわけです。で、ある意味分解さえできてしまえば、そして原料に戻すことができてしまえば、ここからのね、ストーリーっていうのは、今、プラスチックを作ってるのと同じやり方でいいわけですから、ここだけをどうするのかっていうのが、課題になってくるわけですね。
例えばペットっていうのは分解しやすいプラスチックでリサイクルも進んでいます。まあ、こういったね、酸素っていうのが入ってると、まあ、結構分解しやすいんですね。まあ、ここで分解するポイントっても大事なんですけど、まあ、こういった分子のね、つながり方向で切っていくと、こういうのは大事ですね。ここで切ってもあまり嬉しくなくて、分子がつながっていく方向で切っていくというのが大事なんですけど、まあ、ペットはこれができるんです。ところがですね、今回の研究で目指しているビニル系のプラスチックっていうのは、炭素と炭素の結合だけでこうできてます。まあ、さっきね、横切るのは別にあんま意味ないよって言ったんですけど、その通りで、この縦のこっちで切りたいんですけど、これがなかなかね、難しい。で、じゃあこういったプラスチックのリサイクルっていうのをやっていく上で、このビニル系をなんとかしたいなっていうのが、私たちの考えです。こちらにプラスチックの生産量を示してますけど、ペットがリサイクルできても、まあ、正直に焼け石に水です。ビニル系でなんとかしたいんですよね。で、じゃあどうしようっていう、考えが出てくるんですけど、実は私、大阪は、こういったね、分解を前提に、まあ、リサイクルがね、簡単にできるようなビニール系のプラスチックを初めて、まあ、開発した人間でございます。で、まあ、こうしたプラスチック、まあ、これ特にアスピリンっていう頭痛薬をね、原料にしてるって点で、まあ、注目を集めてもらったんですけど、まあ、こういった技術が今、うちでございます。で、ただこの、私たちのプラスチック分解できるんですけれども、この分解をする際に、強い酸とかアルカリを使っていくっていう、まあ、結構強烈な化学反応を使わなきゃいけなかったんですね。で、そんな中で、この研究とは別のテーマで、私は、長田先生、それから海洋機構の出口先生と共同研究をしていました。長田先生はもともと高温高圧の水を使って、まあ、例えばカニから取れるような多糖類を分解して、まあ、機能化製品を作って、まあ、例えばサプリメントになるような、なんかいい素材を作れないかとか、まあ、こんなことを研究されている研究者です。で、一方で出口先生は、非常に面白い研究をされていて、これね、深海の熱水噴出口っていう、まあ、熱いね、マグマと海水が触れるところで、こう、熱い水になって出てくる、こんなところがあるんですけど、ここをちょうど温まった、この、まあ、沸騰しギリギリしないような、こういう水が出てくるんですけれども、これ、本当だったらね、マグマいるから沸騰したいんですけど、深海って圧力かかってるんで、沸騰できないんですよね。で、こういうね、めちゃくちゃ熱い水が出てくるんですが、そこは深海です。あっという間に冷やされてしまう。出口先生、よくこの、温まって急に冷めるっていうのをしゃぶしゃぶって呼んでましたけど、まあ、こういうね、急熱、急冷ができるような、まあ、自然界の環境っていうのを実験室で再現することに成功なさっているのが出口先生です。で、こうした、急熱、急冷っていう装置を使っていくと、まあ、面白い物質が合成できたりとか、あるいは、ね、分解できたりとか、まあ、こういったことが起こります。で、今回この3人の持つ技術ね、私が開発した新しいプラスチックを長田先生の持つ高温高圧水の化学と出口先生のこの装置を組み合わせて、なんとかしたい。すなわち、ね、ビニール系のプラスチックから水だけで原料を再生したい。こういうことを考えて今研究を行っています。まあ、まだ研究始めてすぐですけれども、いろいろ面白い結果が見えています。強酸とか強アルカリを使った私の今までの研究とはまた違った現象も見えてきているので、まあ、この研究ね、なんとか完成させたいと思ってますので、引き続き応援よろしくお願いします。それでは、長い、お時間ご視聴いただき、どうもありがとうございました。